ペイカンはイランのイランホドロ社で生産されていた乗用車。1967年から2005年5月まで40年近く生産された。大部分はオフホワイトに塗装されていてイランで多く見られた。この車は1966年型のイギリスのルーツグループによって設計されたヒルマンハンター、ルーツアローが原型となっている。すでにクライスラー傘下であった。 ルーツグループは1967年にイラン向けにヒルマンハンターのノックダウン生産キットを輸出し始め、組み立てはイランのイランナショナル社で行われた。1978年にルーツグループが PSA プジョーシトロエンに買収されたため、スコットランドのリンウッド工場でのヒルマンハンターの生産は終了し、生産設備はイランに売却された。閉館は2005年まで、 PSA グループのライセンスの下で生産された。1966年型モデルのままの部分も多いが、エンジンは、原型の 1725cc のルーツのエンジンから、プジョ504のドライブユニットに変更された。燃料消費が悪く、時代遅れであったが、生産は続けられ、生産の最終年度でも2年分の注文を抱えていた。イランホドロ社は、 米韓の生産で自動車開発のノウハウを獲得し、サマンドを自社開発した。最近は PSA グループからプジョー405ブレイクや RD、プジョー206の生産を委託されている。2005年5月に生産は打ち切られ、ルノーロガン、現地名タンダーやサマンドに後継の座を譲った。ありがとうございます。